はい、おはようございます。渋谷に来てます。今12時前ぐらいです。朝、今日は家の近くのジム行って筋トレして、朝ごはん食べてチャリで渋谷来ました。今から YouTube の撮影があるので、ちょっと撮影します。頑張ります。どこ、ここ、ここ、どこ。オズモです。あ、治った。うん、どうもよろしくお願いします。お願いします。すげえ、声でこんなんね。ありがとうございます。すげえ。こんにちは、同世界アカデミーの須永です。一緒に対談していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、はいはい、今から髪の毛切りに行きます。ありがとうございます。もう、いやー、ブラボー。終わったよー、帰ります。はい、赤、見えてんのかな、くらい。今夜7時です。夏も行ってきます。いや、今日か明日、明日って言ってた気がします。バカ好きっすね。おい、終わったよーん。帰るぞー。はい、おはようございます。今日は12月27日、11時です。今から税理士と、月に1回の定例ミーティング始めます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、ミーティング終わりました。これね、月に1回ね、税理士と定例ミーティングしてるんですけど、毎回思います。まだまだやなと。まだもっともっと売り上げ立てなあかんので、会社として頑張ります。はい、ここ自由が丘に今来てます。橋本健人が今日本に帰ってきてるんで、ちょっと会います。健人を迎えに来てます。だから挫折しよう、 YouTube で。いや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 、なんかピーチだ。ピーチ結婚式いつ？いや、もう終わってる。こっち終わってた。嘘。ありがとうございます。じゃ結構来てくれましたよ、みんな。嘘。ちゃんと俺旅に出てたんだよ、マジで。旅に出てた。キイチ、ありがとう。ありがとう、キイチ。また飯行こう。マジ行こうよ。来年大宮。また。はい、失礼します。おい、てかさ、そっちにめっちゃ美味しそうな肉屋さんあったで。やば、えぐい。おい、あったかいよ。2杯ったら無理。はい、どうもおはようございます。今日は12月26日です。今から小平久々に行きます。もうすぐシーズン始まるんで、しっかり走らないといけないんで、小平行ってバチバチ走ってきます。はい、小平着きました。久々、多分誰もいないですね。やっぱりとりあえず筋トレして、ちょっとランニングします。なんか帽子ちっこない？顔パンパンなんか。さあ、中で筋トレ終わったんで、今から走ります。クラブハウスに大森リオがいました。リオ、頑張ろうぜ。頑張りましょう。さあ、やっていこうか。爆速を使ってないですか？爆速使いまくってるよ。爆速やろ、俺ここにいる時点で。今爆速、シーズン始まったんですか？そうやで、シーズンインしてるから俺は。うざいじゃん。あれ、これ逆行？そんなことない。今強烈な走り終わったんで、この間髪入れずに筋トレする。行きましょう。これが大事。はい、これが意識の違い。1、2、3、うるさい。足、15、16、あー16、あー、いや、腹筋に素早い腹筋。めっちゃ高校生に見られてる。大爆笑しました。高校生に見られてる。終わった、お疲れ様です。ありがとうな。グッドトレーニングでした。ありがとうございます。ちょっとしっかりタイムキーパーやってほしいかも。ちょっと時計の調子が
新しいの買ってください、玉さん、アップルウォッチ。誰かいるで。お、誰かいる。この音は音で話しよう。これでしないんかい。いや、小平のお昼ご飯久しぶりやな。はい、どうもお疲れ様でした。はぁ、最高やな。こんだけ走ったらもう完璧やわ。帰ります。ってか今から中野のジム行きます。ちょっとトレーナーと契約書渡したりちょっといろいろあるので、中野にとりあえず行って、その後歯医者行こう。はい、中野エレメントです。はいはい、終わりました。ほんまね、うちのトレーナーはもう優秀すぎて感謝感謝やわ。ほんまに最高や。恵まれてるわ俺は。お願いします。今日はクリーニングです。はい、よろしくお願いします。お願いします。YouTube 出していい？出してない。出てますよ。嘘。おー、眠い。はい、どうもおはようございます。今日は今横浜に来てます。めっちゃ久しぶりにキーパー練習をします。あのウィナーズのキーパージャイとかと、何人かサッカー選手も来るみたいなので、みんなで楽しくちょっと練習できたらいいなと思ってます。今前にね、車あのジャイが先導してくれてるんで、今からグラウンドついていってきます。やっていこう。グラウンド着きました。今から練習します。じゃあよろしく。今日よろしくお願いします。お疲れ様でした。爆速。ももの大体中間ぐらい置いて、ハムで引き上げてくる。前にやったら前に戻す。あ、いいっすよ。あ、そう、それもそう。ただ、この骨盤をちょっと遠く持ってって。お、いいっすね。いいっすね。よくなってきた。さすが。さすが。よし。中間化できると、普通の、ポジションからパンって放ってる。めちゃくちゃいい。オッケー。あと2回行こう。やべえ。やば。めっちゃ来てる。これね、初めてマジ来るの。マジやばい。違う。痛えよ。いや、むずいこれ。そうなのよ、痛いのよ。痛え。最初より上手だった。痛え。痛え、マジで。タマさんどうですか。痛い。わかんない。むずい、マジで。痛っ。あ、でも行った方がいいですよね。よりこう合成が高まってね、うん、よく知ってますね。いやいや、それはそうです。職業なんですか。YouTuber です。ここの肩のラインがキッズを超えた姿勢です。おぎちゃん、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 逃げた。タマさんどうですか。いや、やばい、待ってもう無理だもん、ほんまに今日。最近みんなこれやってから練習入るんですよ。慣れてくると、まあ、練習前、試合前のいい感じのウォーミングアップになるし、筋肉に刺激入って。すごい。
はい、トレーニング終わりました。今日めっちゃ久々に練習したからもう体めちゃめちゃきつかった。はい、今回も動画見ていただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。はい、あとね、僕公式 LINE っていうのをやってます。何か僕に直接言いたいこととか質問あるって方は友達追加していただけたら嬉しいです。概要欄に URL 貼っとくのでぜひチェックしてみてください。はい、では次の動画また見てください。ありがとうございました。さようなら。